こんにちは、吉田さん。なんかね、求めよ、さらば与えられんという言葉が昔ね、聖書にあったんですよ。で、イエス・キリストが言った言葉とされてるんですけども、だから、とにかく求めていくということですよね。ください、ちょうだい、お願いしますって求めていけば、まあ与えられるよと。これはね、実はね、神様私に知恵を預けてくださいとか、試練を与えてくださいって言えば、神様あなたに試練も知恵も授けてくれるよっていうふうなありがたいお言葉なんですけども、それがですね、現代版になってくると、とにかくね、しつこくお願いすればくれくれ聖人になれば誰かがくれるよみたいなね。だから、ください、ちょうだい、お願いしますって言い続けましょうみたいな言葉になってきちゃったんですけども、私がね、今思うのは、求めよ、さらば与えられんではなくて、逆でですね、与えよ、さらば求められんじゃないかなと思うんですよ。つまり、情報発信をすることですね。クラブハウスでも情報発信ができる人が人を集めてお金を集めることができるんですよね、でも結局、何かいいことないかな、なんか自分に有利な情報ないかな、人脈、自分に有利な人、あ、いいね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 、自分にメリットないの、なんであなたと付き合わないといけないの、あなたいらない、いらない、いらないということで、常にね、自分が得することばかりを考えてて、全然自分が提供できない人って、結局どのプラットフォームでも求められないですよね。それはそうですよね。だって人っていろんなものをくれる人が好きじゃないですか。で、いろんなものをくれる人が好きってことは、自分がいろんなものをあげる人になったらものすごく好かれるし、それこそ求められる人材になるってことなんだと思うんですよ。ですので、クラブハウスですごく格差ができるのも、なんか気づきとか発見とかね、面白い話をしてくれる人はそれこそ視聴者さん集めてお金集めることができるけど、何、クラブハウス流行ってんの、じゃあ全然自分は特徴がないし儲けたこともないけど、入ったらなんかチャンスありそうだよねと、いい情報ないかな、いい情報ないかなっていう人は、結局は課金されっぱなしでね、お金を払いっぱなしで終わるってことなのかなと思っちゃいます。だから、自分のことをもっともっとね、自分の能力や知識をもっともっと惜しげもなく人に分け与えていかないといけないなと思いますよね。だから、それがだからね、与えよ、さらば求められんなのかなと、現代版の言葉なのかなと思っちゃいましたね。